百州武道具店の動画店長小話。店長が小学3年生の頃のお話です。友達に、おい今日暇か、アルバイトせえへんかと誘われました。店長の地元は四国の香川県の片田舎、冷凍食品会社がたくさんありました。友達に誘われて行った薄暗い倉庫では、冷凍エビフライのエビの皮むぎの仕事を任されました。あれ、お前もキヨン？同じクラスだったけど、馴染みが薄かった A 君がそこで働いていました。A 君の手さばきを見ていたら、とても小学3年生とは思えません。周りのおじちゃん、おばちゃんたちと同じかそれ以上のスピードでエビの皮を剥きまくっています。 A 君は私のエビの皮剥ぎの師匠になりました。ええか、どうせ剥くなら早剥かないかん、2秒で1匹皮を剥くんや、1、2で剥くんや、ええか、1で親指でエビの足を全部一気に取る、そして次の2で皮を全部剥ぎ取るんや、ええか、皮を剥ぐときにはちょっとしたコツがあるで、皮を全部剥いでしまうと尻尾まで取れてしまうんや、これはエビフライとして商品価値がない、皮は一つだけ残して二つ目から全部一気に剥ぎ取れ、はい。そして私は1、2、1、2と言いながら一日でバケツ2杯のエビの皮剥ぎをしました。自分でもなかなかのスピードです。帰りにおばちゃんがアルバイト料をくれました。今でも覚えています。初めて自分で稼いだお金は740円でした。そのまま A 君と駄菓子屋に行って740円全部使ってしまいました。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか。おー、今日はうちを強くする方法についてお話しします。とても大事な話なので2本立てになると思います。1本目、このビデオの中では強く打てない理由、原因についてお話しします。次の2本目のビデオでは強く打てるようになるための実際の練習方法、やり方についてお話しします。稽古をしていて先生から打ちが弱いよと言われてはないですか。試合をして当たったのに一本にならないことはありませんか。それって例えばサッカー選手で言うと、想像してみて、ワールドカップの最終戦、シュートでもボールがポンポンポン、ゴールまでボールが届かない。野球選手で言うとメジャーリーガーで4番バッター最後打ちました、でも球がひょろひょろ全然飛ばない。剣道で言う打ちが弱いとはまさにこういう状態なんです。豪快なシュート、豪快なホームラン、力強い一本、やりたいですよね。今日このビデオを見るだけで打ちが弱いと言われる原因がわかるようになります。大丈夫です。僕も中学の頃はいつも打ちが弱いって言われてたので、ほんと皆さんの気持ちわかります。今日もできるだけわかりやすく説明しますので、ぜひ聞いてください。打ちが軽くなる理由なんですけど、まず原因の一つ目としては、とにかく早く打ちたい病にみんなかかります。打ちが弱い人みんなそうなんだけど、試合で勝ちたい、一本を取りたい、早く打たなきゃ、とにかく早く打たなきゃって思うんだよね。強く打つことが二の次になっちゃう。みんなそうなるから大丈夫です。大事なのはそこで打ちが軽くて悩んで、うーん、このままではダメだなと思って自分で戻ってこれるかどうか。特に小学校の時にとにかく先に当てろ当てろっていう稽古を続けた子っていうのはね、中学校に入って伸び悩んで勝てなくなるんだけど、これはとにかくしっかり打つ練習をやってないからなんです。基本を大事にする良い先生がいるところはね、ちゃんとそのところ分かってて、とにかく最初は大きい打ちを徹底的に練習します。そうすると小さくて強い鋭い打ちっていうのはね、後から自然にできるようになるんだよね。結局はそれが一番の近道だったりします。原因の2番目はいわゆる刺し目になっている場合がほとんどです。振りかぶり、振り下ろす動作がほとんどないとどうしても強くは打てません。最低限の振りかぶり、振り下ろしは必要です。刺し面は残念ながら一本になりにくいし、大人の人で特にブランク再開した人、学生剣道から上の段を目指す人だったら誰でも通る道です。
次の2本目のビデオで差し麺の直し方やりますね。原因の3番は無理やり打とうとして上体が突っ込んでる。遠いところから無理に届かせようとすると上半身が前に倒れて上から突っ込むような面打ちになるんですよね。そういう人はよーく見てみると足の踏み込みめちゃくちゃ弱いです。突っ込むような面打ちの人は腕だけの力で振ってるんです。どうしても腕だけの力じゃ強くは打てません。強い打ちをしたければ腕だけじゃなくて全身の筋肉を使うような打ち方に変えていく必要があります。サッカー選手で言うと足の力だけでシュートしても全然飛ばないと思います。野球選手も体使わないで腕の力だけでバット振っても全然飛ばないよね。強い打ちっていうのは全身の力、筋肉を使って打ちます。腕の力だけじゃ限界があるよってことをまずはここでは知ってください。2本目の実践編のビデオで強い踏み込みと腰の水平移動、体重移動やりますから、これも安心してください。原因の4番目は竹刀を横から握ってるから力が入らないってことなんです。今みんな打ちを強くしたいんだよね。そうすると強く打てる竹刀の握り方、力がちゃんと伝わる竹刀の握り方をしないといけません。竹刀の正しい握り方は別のビデオでもやったんだけど、基本の通り上からしっかり握らないと絶対に強くは打てません。なぜかというと、ちょっとイメージしてほしいのはつばぜり合いの時なんだよね。つばぜり合いの時竹刀を横から握ってる子っていうのは力が全然入らなくて、みんなこうぶつかるとぐちゃって潰れちゃうのね。しっかりと上から竹刀を握ることでつばぜり合いの時でもしっかり力を入れることができます。強い打ちも同じ理由です。5番目はもう疲れちゃってる。稽古を続けてると疲れが出てきます。人間疲れてくるとどうなるか、ほら人って疲れてくるとダラーンって両手が開いてくる。あ、この状態ってまさに剣道の竹刀の中で一番悪い横から握る握りなんですよね。そうなんです。小学生なんか特に稽古の途中でみんな竹刀を横から握ってっていうのは疲れてくるんですよ。先生も途中で何度も注意するんだけど、疲れで竹刀の握りがこうなってだんだんこうなってくる。そして脇も開いてくる。そして打ちも弱くなっちゃうんです。次の原因は先生や強い相手にビビってしまって中途半端な打ちをしちゃうこと。もうこれで最後に一番大事なやつができました。昨日僕の稽古まさにこれです。相手の先生強い、怖くてビビって思い切って打てない。もうまさにこれなんですよね。特にイメージしてみてください。女性が男性相手、背の低い人が背の高い人相手、学生が顧問の先生相手、小学生が大人相手、昇級審査や昇段審査の時に試合など初めてやる相手の時、怖いでしょ？一本取られるの嫌でしょ？怖いから焦って思わず遠間から打っちゃうんです。怖いから中途半端に打った瞬間やめちゃうんです。斬新までいかない。この中途半端になる怖がる打ちっていうのが打ちそのものを弱くしている原因なんです。以上が今回目の1本目のビデオの打ちが弱くなる理由です。次の2本目のビデオでは実際の直し方やりますので楽しみにしててください。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。